にちは、三原自動車営業の二田です。今日はノスタルジック2デイズということで、今日からですね2日間、開催されます伊藤あずささんに、ちょっとブースの方にお越しいただいて、一緒に、はい、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ以前乗っていただいたフィガロの方から行きたいと思います。いや楽しみにしてました。いや乗ったのが懐かしい。こうやって展示されてると、ね、これが平成3年式のフィガロになるんですけど、以前80ヒーローとのコラボで伊藤さんの方にも乗ってもらったので、YouTube で出てますので、そちらの方ももう、ね、はい、見ていただければ。今回は前回も言ってた FRP の、そうですね、後ろの側ができているということで、前回伊藤さんに乗ってもらった時と違うのがあるので、はい、ちょっと後ろの方に回ってもらって、はい、お願いします。まずちょっと こっちですね、はい、ここです。ちょっとコンコンチやってもらって、いいですか、ここですか、はい、あーでも鉄じゃないんです、はい、やっぱり FRP の感触そうですしますか。でもこちらに展示してあるんですけど、はい、こっちですね。で下から見てもらうと、うわすごいですね、これがうちにある在庫車の中の、はい、実際にはこんな感じになっちゃってるってことですか。これがやっぱり鉄板に生地が貼り付けてあるので、やっぱりここに古くなると水分が侵入して湿気が溜まりやすい。なるほど、この隙間からどんどん錆びていっちゃうっていう、はあ、なのでこう生地があるんで、一見錆びてないように見えても裏から見るともう穴がほげてるとか、なるほど、あるので、はい、今回この FRP で、うんうん、本当だ、金属じゃないです、はい、FRP だ、なので、錆びません、うんうん、じゃあフキッタさんたちだからこうやって購入されても、そうです、まあ、長年使ってもこのままピカピカで、そうですね、使えると。でもう一個なんか問題があって、はい、まあ、世の中に FRP で売ってるやつもあるらしいんですけど、でこれ開くじゃないですか、こうやって開きます、開いたり閉めたりするちょっと補助でバネが入ってるんです。あ、でそれは鉄用のバネ、はい、鉄のパネル用のバネなのでしっかり作ってあるんですけど、どうしても FRP にすると樹脂なのでその力に負けてちょっとこう軽くねじれてしまうようなところもあるので、うちのやつはそれ耐えれるようにちょっと頑丈に作ってあります。じゃあちゃんと開け閉めもできる、はい、それでプラス新しいうちはいいんですけど、将来的に何かねじれたりとか出たらいけないので、まあ、そこもちょっと弱めのバネを今開発してるので、すごい、それもできたらまた紹介したいなと思います。それはじゃあこれとセットで買うとより長くちゃんと使えますよ。完璧です、完璧です。すごいですね、フィガロだけにこうやっていろんなものを自社で開発するという、はい、でそれが今回フィガロですね、はい、でその隣がこちらですね、カローラ GT。 おー、めちゃくちゃピカピカ、はい、これが昭和61年式のカローラ GT で、はい、初めて見ました。もう前回ね、富士スピードウェイであった80ミーティングっていうやつにも展示したんですけど、はい、その時にご制約いただいて、そうなんですか、はい、で今回まあこれに合わせて納車させてもらうということです。あ、じゃあこのままもうイベントが終わったら、終わったらお客さんに走って帰ってもらいます。あ、自走できるように、はい、でこれがやっぱり今では台数少なくなってるんですけど、今まだまだ86やっぱりレビンとかトルンとか人気じゃないですか。人気ですよね、某豆腐屋さんの影響で、そうですね、ずっと人気なんで。でそれと同じエンジン、なるほど、ツインカム16って書いてありますけど 4AG、 本当だってか、やっぱり相変わらずエンジンもピカピカですね。で横置きで FF なんですよね、はい、だからまあ86レビンとかトレノみたいに FR ベースじゃなくて、普通のおじさんカローラのベースの 4AG のスポーツタイプの GT で、いやでもすごい乗りやすそうですよね、はい、こうやって楽しめるかよく回ります、やっぱり。そうですか、もう車はセダンなんですけど、はい、やっぱりエンジン自体は、はい、すごいな。で、まあ、こちらの方もうちの方で全塗装して仕上げてますので、ピカピカですよね、相変わらずエンジンルームの端々まで、はい、もうちょっといつもやりすぎてちょっと販売価格がちょっと買っちゃった。いやそれでも欲しいお客さんが、はい、まあ、ありがたいことに、ね、いらっしゃるということで、
そうですか。でもこれ見てまた自分も欲しいなって思う人が。そうですね。先ほどもあの若い頃に乗られてたっていうお客さんがスマホで写真見せてもらいましたけど。ああ、その当時の写真。もう本当にもう見なくなってるので、うん、もう本当に懐かしがられて。やっぱそういう方、そういった方がやっぱお客さんとしても多いので、うん、自分で乗ってた、お父さんが乗ってたとか身内の方が乗ってて、子供の頃横に乗って遊んでましたとかいう方がやっぱり多いので、懐かしいなっていうここで見て、ね、はい、またそれを思い出が蘇ってくる感じのところもいいですよね。はい、ここで納車式するのはあの主催の芸文社さんにも許可もらってるので、じゃあもうここで、昭和っぽいんですけど、はい、ちょっとあの大きな木もちょっと作ってきていや、それでいいですね、はい、いや楽しみだろうな。そうですね、そちらもあのお客さんの許可もらってるので、はい、動画にするのであの伊藤さんの方もぜひあの見て、はい、いいねをポチッと押してください。わかりました、よろしくお願いします。ぜひそちらもご覧ください。でこっちがあの、はい、ジムに、はい、すごいピカピカ。三原自動車さんも結構ジムに多いですよ。在庫も結構あります。ですよね。はい、でこれがもう平成元年のやつなんで、はい、多分ツーストから放送に変わったかなぐらいの時代のやつですね。でこれはあのレストア仕上げるときには、まあ、それは YouTube の方でも紹介してるんですけど、ボディとあの下のラダーフレームを切り離して、なるほど、まあ、あの本当に隅から隅までバッチリやってますので、まあ、どこ見てもあの塗装面内側も含めてあの傷ついたところはない状態の、もう本当に新車みたいな状態に仕上げてます。ラダーフレーム状態のジムに見てみたいです。ぜひ番組で見てもらったら。なるほど。離れてるところがあるので。三原自動車さんの M クラフトチャンネルで、そうですね、それも完璧に見られる、はい、ということですね。まあ、ちょっと内装を見てもらっても。まあ、そんなに新車みたい内装はちょっと古めかしいところも一番あるんですけど、いやいや、これはあのこのシートとかこう貼り直してます。このシートのデザインがまた、はい、これは当時方法に起こってる、はい、でこれ貨物なんですよ ね。あ、そうなんですか、はい、でこのステッカーもうちで作って、このデカールがやっぱりないと、そうですね、はい、雰囲気全然違いますよね、はい、いや、やっぱこのデカールが作れるっていうのがこんな感じですね。うわ、隅々まで塗装が綺麗。これってじゃあ背もたれを倒して荷物を積めるようになるっていうことですね。そうですね。これこう敷くともうこう起きるので。へえ。これだけです。紐で止まってるっていう。いや、すごい。中身もピカピカですね。これ本当にあのカーセンサー乗せてから本当問い合わせ多いです。ジムニーもやっぱ現代のモデルもめちゃくちゃ人気ありますけど、この当時のものに乗りたいっていうニーズもすごい多いっていうことなんですかね。ジムニーってやっぱ変わらずそういうどこでも行けるっていうか、そうそうそう、昔も今も変わらず性能はちゃんとあるので、そうですね、きっとバリバリ使いたい方がいらっしゃるなら、はい、というのが、まあ、こっちのジムニーですね。すあと2台ですね。なるほど。こっちから回りますか。三原自動車で紹介してますけど、はい、実際にあの三原金属工業というグループ会社がやってる仕事になります。なるほど。でこれもちょっとシルビア S13 シルビアの燃料タンクベースに作ってるんですけど、古い車ってやっぱり置いとくとやっぱこうなるんですよね、錆びて。かなり錆びますね、はい、でまあ、いろんなカスがあって燃料ポンプが壊れます。なるほど。でありがちなのがやっぱり燃料ポンプ交換してやった動いたってなるんですけど、結局また燃料タンクがこのままだとまた詰まってまたダメになるので、なるほど、うちだこう割るんですね。これ本当にこのために割ったんじゃなくて実際に割ります、ちょっとこれもうサビが出始めてますけど、ブラストかけてサビを落として、で、三原金属というところのメッキができますので、メッキ工場なので、でメッキをします。でこれはあの亜鉛メッキ、これガソリンにも当然持つメッキで、で亜鉛はもうその鉄が錆びないように、何かあれば自分が腐食して鉄が錆びないように守ってくれる金属なので、まあ、そういう処理をします。で閉じて
閉じたところでそのガスが漏れないかっていうチェックをして合格したら仕上げの塗装をして、なるほど、出来上がりと。こうするとあの、はい、長持ちします。ですよね、はい、三原自動車さんの場合メッキも自社でできるし、そうですね、あのこのステッカーとか自分たちで作れるし、はい、FRP でも作るしみたいな。 FRP はまあ企画でそのやっぱりそこはやっぱ専門業者さんをやっぱお願いするんですけど、はい、でも自社でこれいろいろやっぱり長く持たせるためにそうですね、いろいろやるっていう、まあそういう古い車を売ってるのでやっぱりお客さんにはやっぱなるべく長く乗ってほしいですし、まあ本当はその純正で鉄板で例えばさっきのフィガロも作れば一番いいんでしょうけど、やっぱりそれよりはもう FRP で作った方がまあ鉄でプレスを起こして作るよりはコストも下げられるし錆びないしっていうところもあるので、まあ完全オリジナルではないですけど、まあ材質変えたりとかしてなるべく長く乗っていただければなというふうに思います。めちゃいいと思います。はい、あ。なるほど。いろいろやっぱりこちらのステッカーもありました、ね。そうですね。ステッカーもちょっと展示させてもらってますけど、なのであの旧車を仕上げるためと、あとまあそのお客さんがあのどうしても手に入らなくてお困りの方なので、例えば、まあ、これうちのあの M クラフトっていうロゴなんですけど、はい、この大量ステッカーを例えば1000枚作って売るとかそういうことはやってなくて、うんうん、お客さんからどうしてもアルシオネのステッカーがないんで困ってるとか、日産マーチのステッカーがないで困ってるとか、そういう方から問い合わせがあれば、まあ、対応しますよというレベルで、いっぱい作っていっぱい売るとかそういうことはやってないですけどでもやっぱ欲しい方って、そうですね、このステッカーだけ欲しいんだよねっていう人はたくさんいると思うので、もうその、はい、そのデザインがもうない、メーカーからも出ないですよね、はい、なので作り置きとかはしてない。ご依頼があった時にだけ。確かに元データがもうないものってたくさんあるんで、そこから苦労されますよね。そうなんです。あとまあ分かっていただきたいのは、はい、そっくりさんなので、はい、例えばないんですけど、うちが作ったステッカー貼った車と本当に30年前の新車がもしあればちょっと色は違います。そうですよね、はい、そこはやっぱり仕方がない。ものすごい確率でまぐれで同じものができるかもしれない時もありますけど、それはあの写真とかだけで判断してこんな色だったというのを作るので、自分もあの始めた頃はちょっとデータ自分で作ってたりしてたので分かるんですけど、そうなんですか、本当に同じものはできないいや本当にもともとのデータをいただかない限りは、そうです、それはデータ無理なので難しいと思うので、はい、ああ社長が到着されましたということで、あの今何か映りましたけどうちの代表でございます。いらっしゃいましたね、はい、じゃあ、次の車に行きましょうか。出た、これがやっぱり人気ですよね。これはちょっと新しくて平成8年になりますけど、でも25年ぐらい経ってる。いや今これは若者も欲しい方結構いっぱいいますよ、はい、これはもう十分ネオクラですね、はい、うわかっこいい。エンジンルームもかなり現代的ですね、やっぱり。そうですね、こう見ると縦置きのやっぱりこうスポーツカーっていう感じですよね。かっこいいですね。で今ではもうダメになったリトラクタブル、いやこれなんかヘッドライト、車好きの欲しいものがめっちゃ揃ってる車って感じがしますね、やっぱり。でやっぱこの時代のスポーツカーってやっぱそれなりに走りもされてるし、はい、例えばあの足回り、これあの今日もあのブース出てますけど、テインさん。あ、テインですか。はい。でもう日産から当然新品の足回りとか部品ないので。そうですね。はい。これはあの例えばうちのが死んでたから中古を例えば買ってつけるとするじゃないですか。はい。でも結局スポーツカーの足回りなので、そんなにあのいいレベルのものはないっていう判断してるので、まあこういう車でもこういう社外品にはなりますけど。あのちゃんとしたメーカーさん、テインさん。そうですね、はい、でうちはもうだいたいテインさんのやつをつける。あ、そうなんですか。理由が1個あって。なんでですか。うちあのスバルの車もいっぱいやってるんですけど、はい、その中でアルシオネっていう車が、まあ、同じこうリトラのやつがあるんですけど、たくさんありますよね。あれの 2.7 リッターのやつってエアサス。あ、エアサスなんですね、はい、でエアサスがどうしても、はい、もうなくて、
部品も出ない。そうですよね。でさっきも言ったみたいに万が一使えますとかいう中古が世の中にあってもいつ抜けるかわからない、うん、というところで、うん、店員さんの方にお願いして、はい、アルシオネの専用のやつをちょっと作ってもらった。本当ですか。っていうので、はい、うちはあの、まあ、店員さんのやつを使う。本当にあのスバルの旧車ではあの店員さんにはもう本当にもう、もう本当ありがとうございますっていう感じ。でも店員さんもそうやって対応してくれるんですね。その旧車の方に、はい、今やないけれどもそういった部品がしっかり、いやもう助かります、ね、作れるっていうところも。じゃこの180にもバッチリ合うセッティングになってるとか、はい、サスペンションもバッチリなわけですね。これでもう店員さんのものだったら、うん、間違いない大丈夫と思ってるので、はい、ということで、ね、本当に綺麗に仕上げた1台で、はい、これも問い合わせをそうというか、もうこのまま欲しいですっていう人がいっぱいいるでしょうね、はい、ちょうど今ちょっとうちの代表はこれジムニーですねちょっとあのネタであん中に入ったのを今塗装してましたけど、これがあそこに設置されて、あれですまさに M クラウドチャンネル、伊藤さんにもあのいっぱい出てもらってるので、はい、ぜひご覧ください、はい、まあ、これを今ご覧していただいている方はチャンネル登録してください。今後もあのいろいろ企画出てもらうようお願いしているので、はい、皆さんお楽しみに。ぜひまたどんどん紹介していきます。出ました。これこそ三原自動車さんのスバルのお箱の3.3 リッター、はい、6気筒、はい、昼休みが終わりました、はい、3.3 リッター6気筒3.3 リッター6気筒フラット6の、いやすごい。この頃の水平対向エンジンって今より水平対向っぽさが、そうですね、すごい分かりますね。カバーなくて、うん、やっぱりインマニもむき出しみたいな ねこのインマニがこの出てるのがかっこいい。まああのうちの整備する担当たちはもうプラグ変えるのも大変なんで嫌がってましたけど大変なんですね。全部こっちにあるので、うわそっか、どうやって変えるんだろう。こうじゃないの、ね、みんなこう上じゃないですか、はい、水平対向だとこっち側についてるんだ、大変らしいです。いやーやっぱRCOでかっこいいですね。でこれじゃないあの SVX 先日売れて、はい、まあ、あのうちは福岡県で熊本県の方がご購入いただいて、九州の納車の時に2人でちょっと試乗会したんですけど、お客さんと2人で自分めっちゃトルクフルでめっちゃ乗り心地いいですよ、この SVX は。うわいいな、乗ってみたらまたその良さが分かるんでしょうね、これは。まあ水平対向でこの大きさ作ってるのはもう本当にポルシェかスバルかが、まあ、今ちょっとこの大きさないですけど、うん、いいですね、この時代の水平対向乗ってみたい、気持ちよさそう。今度はあの来た時これ行きますか。そういえば M クラフトさんでなぜかアルシオーネは乗ったことがないという一番はあるのに次回やりましょう、アルシオーネということで次回あの企画は決まりました、はい、伊藤あずさんにアルシオーネ乗ってもらいます。初めて三原さん意外とこう長い付き合いがある中で一番こう、そうですよね、力入れてるんだけどなぜか乗ったことはないそうですよね、そうなんですよ。というところで、この5台社長が、ちょっとほら、はいはいはい、あそこで崎陽軒の崎陽軒、崎陽軒のシウマイ弁当大好きはい、そういうことです。はい、そういうことで、いやでもすごいですね、まあ、たくさんお客さん来てくれるといいですよね。そうですね、まあこれにやっぱ出店する目的というのは、はい、まあ、うちは海の向こう の九州からでお店やってるのでなかなかやっぱ関東の方お客さん結構いらっしゃるんですけど、はい、現車を見れない。そうですよね、はい、だからまあそういうお客さんにやっぱぜひうち の車を見てもらいたいなと、うん、いやでも本当分かります。やっぱり M クラフトさんの車は見て、あこんだけこう力を入れて、はい、いろんなとこきれいにして純正に戻してっていうところをやってるので、伊藤さんの力も借りて、いろいろ旧車の紹介していますけど、やっぱり映像よりは現車を見てもらえるのがやっぱ一番いいかなと思って、はい、この映像も見ていただいて、まあ、車はまあこんな感じなんですよっていうのも分かってもらえればなと思います。そうですね、はい、ノスタルジックトゥーデイズ三原自動車さんずっと出てらっしゃるんで、まあ、来年とかも そうですね、実車見て見に行きたい方は、はい、
たくさん綺麗な車があるので、そうですね、あとまあそれぞれの車 の、 あの紹介も YouTube 上げてますので、うんうん、そうですね、見てもらえればなと思います、はい、ぜひぜひ。じゃあ伊藤さんはあの今度もうちょっと暖かくなったら、はい、アルシオネ乗り比べやります企画で、やった、来てもらいたいと思います。めっちゃ楽しみです。その時のランチはあのスケさんうどんになってますのでよろしくお願いします。スケさんうどん大好き。はい、ではまた今日は一日またあとよろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。はい、はい、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。